こんにちは、3年生です。先週のダイナボアーズの試合の結果をお知らせします。土曜日にディビジョン2の1位相模原ダイナボアーズと2位近鉄ライナーズの直接対決が行われました。負ければ順位が入れ替わる大切な一戦、結果は15対10でダイナボアーズの勝利。イエーイ。かなりの接戦でしたが1位を守ることができました。そして今週の土曜日19日の12時から相模原祇園スタジアムで試合があります。皆さんぜひダイナボアーズの試合を見に行ってみてください。